どうもピョキングです。今日はですね、世界の遊び大全51をやっていきたいと思います。早速やっていくんですけど、この大富豪、まあ、誰もが知ってますよね。大富豪、大富豪ってローカルルール多いよね。例えばスペ三返しとか、この鉢切りとか縛りとかね。統治って何？統治って統治わかんないんだけど。そしてこのカードタイプマリオある。早速使っていこうか。縛りはなしで、統治って何？統治ってちょっと統治なしでやっていっていい？スペ三返しはジョーカーをスペードの3で返すっていうことですよね。コンピューターの強さ普通で鉢切りあり、スペ三返しありだけでやっていきたいと思います。5ラウンドでプレイ、ちなみに5回もするの多くない？2回ぐらいでいいんだけどさて、うお強っ、これめっちゃ強くない？ねえ、どうしよう。スペードの3じゃないから、まずね、この3いらないでいいと思う。まずこれ出していこうか。いいねいいねいいね。で6、8切りは取っておこう。で7、8切りか。まず4人いたら革命ってね、そんなにできないんですよ。どうしようか。これ1出していく。8切りしたいところだけど、8切りじゃない、1出そっか。ちょっと1出そう、このコング出そう。コング1出してきたか。スペさん持ってないぞ。パス、パス。誰もスペさん出さねえ。出せよさっき出してくれよ。3、1個出すんだったらさ。あ、ジョーカー持ってた人がスペさん出したのか。なるほどね。どうしようかな。これもう1回1出しておく。2出されそうだよね。やっぱりあの人強いぞ。パス。でもそろそろもう手札なくなってきたんじゃないかな。ほら、これでパスでしょ。いや、いい、これでいい。で次は3の2枚、じゃあ9の2枚出すか。で次は11、よし、12の2枚出そう。オッケー、パスパスパス。切った。これもう勝ち確じゃない？ねえ、6出そっか。で次僕はね、2を出しますよ。2、誰もジョーカー持ってないでしょ。オッケー。そして2をもう一回出す。で8切りの4、よし。これ5回もあるの。さて、交換するカードを選んでください。結構僕ね、カードいいよね。どうしよう、3と9やろっか。これ大富豪の人はね、強いカードを2枚もらえるんですよ。で僕が弱いカードを2枚好きなのをあげれるっていう感じですね。まあ、弱いっていうか好きなのをあげれるっていう感じかな。じゃあ3と9をとりあえずやっておきますね。強っ、また強っ。待って、これ2、3枚は無理2、3枚はマジで無理。で3、待って、これ1枚組ないな、10しかないな。でそこ1出していこうか。パスかな。お、ジョーカー来たね。2そんなにみんな持ってないはずだから、もうジョーカー1回出したらもう俺勝ちじゃん。勝ち切り、ジョーカーとか出したら俺もう勝つよすぐ。で5、2枚で12の2枚いけるでしょ。ほら、で次どうしようか。これも最強だよね、もうもうこれ上がる要素しか見えない。で2でしょ、まあパスでいいよ。もうこれ絶対勝てるもんね。ほら、で2でしょ。で8切りの2枚、8切りで2を2枚出す。で次7で終わりじゃん。オッケー。それじゃあまたね、弱いやつを選ぶんですが、もう最強じゃん、これも、もう最強すぎこれもう負ける要素なくない？やばいな、これ見て、ほら、どうやったら負けんだろう。どうしよう、これパスしておく1回ね。最後革命とかしてさ、8切りでしょ。で5出そっか。5出す。8切りか。待って、ここで一旦2出しておこうか。2出してちょっと止めておきます。で僕が好きなように動きます。で10、2枚で次12、2枚。 OK。 で次13、2枚で2、2枚で革命、革命。オッケーこういう上がり方一番気持ちがいいよね。実際でもさ、こういうのいない？最後革命して上がるみたいな。あ、やばい、今度弱いぞ。よし、これでちょっと強くなったな。で次11、2枚いこうか。わあ、出されたか、きつ。
投手1、2枚出したらな。次5、いや行くか。ここで次5、3枚で行こう。で5、3枚で12、3枚で行こうか。そしてこれはきついな。多分ジョーカー誰か持ってる。あーどうしよう、2やめといた方がいいと思う。どうしよう。いやここ行こうか。やっぱり出された。スペードさん返しな、頼む。1枚、よし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 、これはチャンス。大丈夫大丈夫、パス、パス。1枚組で来てくれ。バカめやったよし勝ちました、よかった。これ全部大富豪来ますよ。スペさんはあるけど、このスペさんは取っておきましょう。で6と10をやります。僕はね、ジョーカー来たやん、スペさんいらんやん。じゃあ12を出していこうか。でここは1回パスしておく。2枚組か。あ、8切りが来た。僕13しかないぞ、1枚組。これでいくか。まあいいや、パスしよう。みんな最初なんか強いの結構出してきてるよね。ちょっと位置行ってみる。あ、強っ、あの人。ちょっと待って、パスしよう。まずい、2枚組。マジか、どうしようどうしよう。これここ1回パスしておくかな。パス。どうしよう、あの人なんか上がりそうな気配がめっちゃすんだよね。この辺で2を出すのは怖いな。いいか、パス。とりあえずパスしておこう。パス。で4、10、くそ、もう2出すか。やばい、一番右上のあのメガネの人上がりそうだぞ。4、2枚出そう。ここで2枚組弱いでしょ。オッケー、来た。よし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 、ここでどうしようどうしよう。7、2枚、弱子の手札やばやばいぞこれ。とりあえず2枚組、待って、ジョーカーはダメ、ジョーカーダメ、ジョーカーキャンセル。でこの2枚を場に出そうか。どうしよう、7、2枚ぐらいにしておくかな。いや、あー待って、5、2枚にしておいた。あぶねー、あ、これ勝った、これ勝ったわ。3出してジョーカー出して勝ちでしょきっと。3、8切り来ない？よし来た！よかった勝てた。で5、2枚で上がり。うわ、右上のあのメガネの人に負けるかと思ったわ。でも5回はちょっと長いね、大富豪。それじゃあ次はこのトイテニスっていうねゲームをやっていきますか。どんななんだろう。いくよー。おお、来てくれ。なんかめっちゃシンプルだなこれ。ねえ、球も遅いし失敗する要素なくない？スマーシュ。早くね早くね。やられた、気持ち。スマッシュとかあるのか。タイミングよくしたらスマッシュみたいな。まあ早速やっていくんですが、遊び方も見らずにねやっていきましょう。これは右スイングと左スイングか。 OK、 なるほどね、こんな感じか。よし、まあ行こうか。これ簡単え、めっちゃ簡単。弱くないねえ。で、これをスマッシュもう一回しよっか。あー打てなかったわ。よし、スマッシュ、スマッシュえ、これはめっちゃ簡単ですよ。これ弱いな、スマッシュ。これやばい CPU とね、ちょっと戦ってみたいよね。よし、オッケー、スマッシュ。ゲームセット。はやはや。よし、次はね強い CPU で1ゲームマッチ。やばい CPU までいったらね、ちょっと3ゲームマッチぐらいでやってみたいかもしれない。強そう、あの人見て、もうなんか変わってるもん。さっきの弱そうな人じゃないもん。スマッシュ、スマッシュ。まあまあまあ、まだねいけそう、全然まだね勝てそう。スマッシュ、スマッシュ、スマッシュいや楽しいなこれ。タイミングゲーだね。でもスマッシュは、スマッシュ。オッケーオッケー、40ラブ。全然まだ勝てる。オッケー、これで終わりだ。ちょっと待って、よしオッケー、よしよしよし。うわ早っ、まさか相手がスマッシュ来るとは思わなかったな。こいや、
おっきょうにバカめ前に出てきやがって。なんか松岡修造みたいな人が勝ちましたよマジで松岡修造だったね。よし、じゃあ次はすごいいい CPU とやっていくか。来たよ、また松岡修造さんが。今度は色は紫になってきたか。まあ色を何色にしてもね、僕には勝てないんですよ。もう今、ああちょっと待って。よし、 OK で、いけ、よし、いけ、まだまだ勝てそうだね。スマッシュきたか、オッケー。これスマッシュのやり合いをパンパンパンってやってったらめっちゃかっこいいな。待って、上手くね相手。待って、上手くね。いけ、スマッシュくるか。よし、あー、うまい。結構返される、マジで返される。うおー、強え、めっちゃ強え。やばいやばい。よし、負けね、絶対負けね。うお、ちょっと待って、早い。ここか、あー、やるな、めっちゃやる。前に出ようか、前に出なきゃ負けそう。反対にした、反対に。やばいやばい、これまずい。よし、いけ。あ、え、なんで打てなかったの。それじゃない、もう一回リベンジしていきます。これめっちゃ悔しい。 CPU にね、単調なこのゲームで負けるのはめっちゃ。ちょっと待ってくれ。よし、前に出よう。嘘、前に出たら防衛が来るもんな。よし、 OK。 マジかよ、前に出させてくんねえ。よし、うおー、マジで全然出させてくれない。よし、次は勝ちに行こう。マジで勝ちに行こう。ほらね、全然前に出させてくんないんですよ。サーティーラブ。まあそれでもね、まだたまには追いつくから、ボレーされても。よし、 OK、 いけ、来た、今の気持ちいい。学習能力ありますよ、僕。よし、まだまだだね、 CPU。 これでね、やばい CPU とやっていきますよ。やばいわ、マジやばそうだから、ちょっと2ゲーム、ちょっとね、2ゲームでいきたいと思います。やばいなのに最後は黄色なんだ。なんか赤とかそんなん来そうだけどね、レインボーみたいなの来てほしいよね。よし、来いや、絶対勝ってみせるぜ。うまくない、今のね、え、こんな僕に勝てるかな。よし、いけ、よし、あー、反対、しくった、ボタンをね、ミスってしまうな。まあいいや、これはもらったぜ。クソ、取れなかったか。あ、届かねえ全然届かれた、まずい。まあ一応ね、今回は2ゲームあるから大丈夫と思うんですけど。よし、よし、打ち返せ、俺も打ち返せ。よし、おりゃおりゃ、くそ、そっち来た。おし、オッケー、今のめっちゃ速いな。そしていい勝負してる。よし、おりゃ、負けねえぜ。あー、くそー。まあ2ゲームあるしまだね、大丈夫。またこのゲームを取られても大丈夫。前に行こう。やっぱそう来るか、前に行ったらそう来るんだよな。よし、よし、よし、来た、デュース、デュース。先にマッチポイント取りたいな。そっち来たか。よし、前に行こう。うわ、早っ、アドバンテージやばい、アドバンテージ取られた。ここでもう一回デュース持っていく。いけ、前に行こう。打ち返す、打ち返す。ちょっと待って、よし、うわー、ないでしょ今の。めっちゃうまいんだけどこの人。やばい、勝てない、マジで勝てない。前に行こう。よし、今のなかなか。よし、よし、こいや、負けねえぜ。よっしゃナイス反射神経。もう分かりましたよ、もうこいつの勝ち方分かりましたよ。ほらほら、うい、おりゃおりゃ、あー、反対か。絶対負けないか。ほら見てね、もう分かりました、もうこの CPU には勝つことができそうです。で、こう来るでしょ、いけ、おら、くそ、ボレー鬱陶しいな。そっちか、よし、来た、ナイス。これゲーム取れるでしょきっと。
やっぱそう来るか。俺来るんだよな。よし、ちょっと待って、間に合わねえ。よしよし、来た。で、ボレー来て、シュート、サーブ、サーブじゃない、シュート。うわ、危ねえ。負けねえ、俺は負けねえ。あはは、やば、デュースはよしたい。攻めよ、攻めよ、もう攻めよ。よし、ちょっと、勝ちに行こう。で、右狙おう。うわ、ちょっと待って。あー、強っ。デュースこれはきつい。負けるかもしれん。いけ、よしよし、オッケー、よしよし、オッケー。うおー、今の打ち返してきた。アドバンテージ、マジかよ。サーバー、そう簡単に点を取らせてくれねえってか。よし、やばい、攻められてる、めっちゃ攻められてる。俺も攻めに回ろう。そっちか、よし、攻めに回れ。あー、熱い。めっちゃ熱い。マジでもう一回しよう、これ。マジで悔しいわ。絶対勝ってみせる。このボレーがマジ鬱陶しいんですよね。後ろに行ったらね、防御はできるんだけど点数が取れないもんな。よし、ミス待ちでいいの、コンピューターの。そんなんで勝てる？ねえ、めっちゃ攻められてる、まずい。うわ、ちょっと、よし。あー、うまっ、うまくない、敵。よし、やっぱ前に攻めなきゃいけないね。ラブサーティー、多分ね、やっぱ前に攻めなきゃ勝てないこれ。よし、いけ、よし、ここ、ここだ。よし、いけ、そっちか。よし、うわー、ちょっと間に合わねえ。よし、くっ。待って、くっそー。1点入れたい。ちょっと待って、よし、よし、1点入れたいぜ。くっそー、やばい、1点も入れれない。マジで強いんだけど。勝つぜ、俺は勝つぜ。ちょっと待って。何今のやられ方。まだ諦めませんよ。まだ何が起こるか分かりませんからね。よし、いけ。で、この辺か。オッケー、やっと1点か。めっちゃ強え。よし、オッケー。あー、うそ、今の返すか。で、ボレー来た。よし、これね、敵がいる反対方向と狙ったらいいけど、それが結構難しいんですよ。こう空振りしちゃうもんな。うまい、敵が、敵がうまい。よし、うおー、やばい、勝てない。ちょっとね、ワンゲームでもう一回リベンジします。マジで強い、この敵。相当強いよ、本当に。絶対勝つ、絶対勝つ。悔しいもん。いけ、くそー、今の返すか。おっしゃ、来た。よし、ワンゲームやったらいけるかもしれない。これは勝つまでやめねー。体、あはははは、何やってんだ、ボンミスじゃん。この辺だ、この辺。よし、負けねえから。よし、絶対負けねえ、おら。よしよしよし、いけ。あー、そう、これも負けるから。いや、まだ分からん、まだね、デュースまで持ち込みたい。うお、今の返すんだもんね。マジかよ。反対側狙いたい。よし、ボレー来るかな。ボレー来たね。よし、オッケー。やばい、ほんと強い。マジで勝てん。もう勝つまでやる、もう勝つまでやります、僕。もう今日これ絶対勝つまでやりますから、皆さん見ててくださいね。あっ、絶対勝ってみせる、コンピューターよ。
人間を舐めるんじゃねえ、コンピューターよ、人間を舐めるなよ。人様の方が強いっていうことを見せてやるんだ。見た、今の、今のは完璧、絶対返せないでしょう。来るか、よし来た。でここもスマッシュしていく、スマッシュ、これもボレーしていこうか、スマッシュ、嘘、返したか、マジかよ。あー、やばい、前に出てこられたら結構きついな。くそー、よし、オッケー、来た。今の見ました、今の打ち返し、デュースまで持っていこうぜ。あー、マジで勝つ。なんかね、多分勝ち方あると思うんですよ、きっと。ちゃんとしたね、なんかこう CPU の攻略法がきっとあると思うんですよね。よし、来た。うそ、あれ打ち返してくるもんな。いけ、おっしゃ、来た。最初はね、取れるんだけど、この後がよろしくない、よろしくない。そっちか、よし、いけ、これ来たか。うお、間に合うか。オッケー、危ねえ。よし、オッケー、よしよしよし、やった、これチャンス、二度とないチャンスだ、これは。ボレー、いけ、マジかよ、結構際どいとこ狙ったんだけど。やば、落ち着いていこう、しっかり落ち着いていこう。早っ、敵のスマッシュマジで早い。よし、今のは抜けたね、今のは狙いましたよ。あと1点で勝利勝てるかな、ぜひ勝ちたい、マジで勝ちたい。よし、いけいけ、ちょっと待って待って待って、これまずい、デュースまで持ち込まれた、まずい。ちょっとね、前に出られた、きち、前に出られたらマジできち、デュースマジか、ちょっと待って、マジで取りに行こう。よし、打ち返せ、よし、オッケー、前に出る、前に出ようか、もう前に出るな、負け、前に出ても負けそう。よし、いけ、嘘嘘、マジかよ、早い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 、ちょっと待って。アドバンテージ、やばいやばいやばい、ちょっと待ってくれ、ほんと強いんだから。この辺か、よし、負けねえよ、ラリー強気できてんな、絶対負けねえか。これ何回目、めっちゃしてんだけど、絶対勝つまでやめないからね、この CPU が。うりゃうりゃ、絶対負けねえ、よし、くそー、やるなー、ラブピッピン、つえー、マジつえー、この人。待って、よし、前に来た時ここが抜け道、よっしゃ、そうなんですよ、前に出てきてここ、ね、ね、ね、攻略法分かったかもしれない、相手が前に出てきたらチャンスっぽいね、なんかそんな感じがしてきた。相手前に出させようか、どうやって出すんだ。どうやって出るんだ、相手ワンゲーム取れないかな、本当に1回でいいんですよ、ワンセット取るだけなんですよ。それなのに、何このコンピューターマジで強いんだけど、異常なんだけど。ここ、よし、来た来た来た、ね、分かったかもしれない、この CPU の抜け道がね、これで、ね、あと1点入れれば勝てる。デュースまで持ち越さないぞ、絶対。よし、前に出てくるんだ CPU よ。さあ、勝った、よっしゃ、やったよっしゃ、勝った、嬉しい、これ1時間ぐらいしてる、マジでやば。ということで今日はここで終わりたいと思います。次の動画もまた見てね。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。